あれ何年ぐらいだったかな、若い頃、だいぶ若い頃、うん、でみんなでお蕎麦屋さん行ってなんか話したんだよ。話した、2002年3年ぐらいじゃない。すごいね。で今の状況を打破するには今の仕事を全部投げ打ってもう下克上を起こすしかない、うん、と思ってるんだけどどうかなっていう話になったの。でもこれは今の生活もあって仕事もあってそれを全部ゼロにしてっていう意見があったわけです、その首謀者多分私とかここ二人ですよね。多分ね。そうそうそう。でだからどうかなって考えてほしいって言った時に、うん、この人が嫌だって言ったの、うん、言った。え、それ覚えてんのよ。今まで何にも言わなかったのこの人。うん、分かった分かったしか言わなかったのにその時だけは嫌だって言ったので、今あることをやっぱ頑張ればゆくゆくそうなるんじゃないかっていうような、まあ予約だけどこれは、うん、そういうことを 言ってたの。それはねすっごい覚えてるの。俺もすっごい覚えてる。俺ねそれねあれだよ、今目の前にあることを頑張れないやつが何頑張れんだって言ったのこの人、うん、そんなかっこいいこと言ったんだよ。いやそうなんだ。本当に言ったんだよ。その時ねすごい強かったんだよね。すっごい強かった。そうなの。もうだから嫌だって言ったの。学園ドラマの教師じゃん。そう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 。今頑張れないやつが。いや頑張れるんですか。熱い部分だね。そうだよね。あそう。そう。それはすごい覚えてる。だからなんかそこの俺の仕事のその根底はもうそこになっちゃったのよ。今あるものをマジか、そうそうちゃんとやろうって思うようになったのね。そのリーダーの言葉だったんだよな。